これが消費できねえんだよな。これだって、まだ5個ぐらい残ってる、このパックは。賞味期限がもう、2月15なんですよ。この味噌を大量に消費したいんですよ。今日の目標は、昨日に引き続き、アヒージョを作りたいということで、昨日は1万1000円負け、なんとか1万1000円負けまで戻しましたけど、どうなることやら。雑魚いネギだ。本物のネギを与えよう。はい、ということで今日はどんなストーリーを描いてくれるでしょう。この9000円で最高のストーリーお待ちしております。行きましょう。うわ、うっす、勝ち、今日勝ちだ。当たるか。でも10ラウンド1回ぐらい取りたいよな。うん、まあどっちでもいいけど。
いや、今日はいける気してたんだよね、なんか、なんかもう昨日とは全く違ったということで、中2枚1000円投資回収8000円、プラス7000円、よし、今日のアヒージョ全部高級食材でいきたいと思います。よっしゃ、クイーンズ伊勢丹助かります。イエスね、結局ね、勝っちゃうんだよな。2日合わせてマイナス4000円まで、戻しました。グッグッグーでしょ、明日グーでしょ。白ワインが、このアヒージョには合うと言われています。そしてね、このパンね、ブラウンマッシュルームめっちゃ高い、500円ぐらいです。そして避けるチーズからのえのきドーナツ、ちょっとちょりそー、勝ち確ですね。とこちら祝杯あげていこう。うまい、よし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 。ガロぶりに勝ちましたね。ガロっていつ、まあ、2週間前か。やっとここに来てプラス7000円、こっからだから、こっからだよ。これあと20回ぐらい続かないといけない。でも負けが連続して10回連続
なるぐらいだから、勝ちもそんぐらいいってもおかしくないから。っていうかマクロスやっぱいいね、脳汁出まくるわ。いやーだって振り分け全部勝ったよ、全部10ラウンド全部マックスラウンドだった、まあ、あと2回ぐらい続きたかったな。あさってね123特定日なんですよ、21日、ジャグラー狙います。そして30歳最後の特定日です、2月24日で31歳になっちゃうんですけど、集大成でしょ、集大成だぞ30歳。でも半分に切って、あこれはもうこのままでいいわ。オリーブオイル、まあギリギリいけるか、さっきのチーズ、あっできるだけね。で2つ、うん、こんぐらいでいっか。これちょっとこういう感じでちぎり入れます。まずこれ1つを入れて、ピラを入れて、あっもう全部だ、これですね、締め状こういう感じでぶちぎる、はい、ちぎり入れる、塩出し入れます。塩結構入れないと、唐辛子よいしょ、味もこの前いただいたラディッシュ、ね、これは絶対ダメだよ、これ絶対切って、ここも切って、うん、ちょっと半分に切っていくとか、うわうまそう、やべめっちゃうまそうじゃないこれ、はい、やばくね、めっちゃうまそうなんだよ、やべえやべえ、これやべえぞ。とりあえずこちら、うわ匂いが、いや久しぶりにワイン飲むな、白ワインなんて本当の痛いです。うめえ。でやっぱこれに欠かせないのは、サムちゃんサムちゃん早く、来た、はい、やばいっしょこれ、楽しみます、いただきます。こいつらを乗っけていく、チーズがほらやばいでしょこれ、絶対やばいぞ。でうわーもうこれ見て、これやばい、いただきます。うん、やば、ラディッシュいってみる、どうなんだろう、チーズと肉とラディッシュ、うんうん、ラディッシュ結構歯ごたえがあるな、うまいうまいです。チーズもガッツリいっちゃおう、いこうチーズ、
これですよ。フランス七味。てか、フランス七味かけるまでもない。もう味が完成されてた。されてる。これでいきましょう。これでいきましょう。いいです。うん。うん。半端ない。やばくないこれ。完全に勝ち。勝ち人。勝ち人間ですね。